神プロ15桜庭和志シリーズ第3話目になります。よろしくお願いします。もう3話があれですかね、最終話的な流れですね。そうですね、短いインタビューなので、はい、6.24 当時1998年の 6.24 プライド3でのカーロス・ニュートン戦に向けて、カーロス・ニュートンの話をした後にですね、はい、なぜかヘンゾの名前が出てくる、不思議ですね、いいですかね、まあ、この当時は1998年で、ヘンゾっていう名前が出てくるのは何の結びつきかなっていうふうに思って、グレイシーですよね。あ、グレイシーなんですか。やっぱり対グレイシーというのがプロレス側からすると大きなテーマでしたから。なるほど、はい、でもヒクソンヘンゾって、グレイシー一族でいうと、まあ、頭にヒクソンさん、はい、で次に弟のホイスがいて、はい、ヘンゾがいて、でヘンゾってこれプライド2の時に、はい、菊田選手とやってます、ね、あ、そっかそっか、はい、もう出てるんですね。第3のグレイシー的な位置取りで出てくる。はははは。でちょっとヒクソンやホイスともちょっと違うキャラクターという形で、ヘンズの名前もちらほらと出てきている、ちらほらというか、まあシュートとかそういう総合格闘技方面ではすごく有名な選手でしたけれども、まあ、プロレス方面でもタイ・グレイシーとして、なるほどね、名前もちらほら上がってきているという、はい、あのプライド2で菊田選手と、ヘンズ、はい、これ試合結果ってどうなの。50何分やったんですよね、あれ確か。分かんないです。まあ長時間。試合結果？長い、はい。その50何分やったっていうことしか記憶ないんですけど。でも、はい、ヘンゾが勝ってるのか、そう考えると。冷静に考えるとヘンゾが勝ってますもんね。調べます？うん、ヘンゾが勝ってないとおかしい。歴史がおかしくなっちゃうんで、ちょっとお願いします。はい、6ラウンド、はい、0分43秒フロントチョークでヘンゾが取ってますね。あのごめんなさい、はい、6ラウンド1ラウンド10分制ですか。確か10分だと思います。あ、なるほど、はい、ということはもう60分、うん、近く1時間、はい、でヘンゾの、うん、なんて言いました、決めフロントチョーク、フロントチョークか、なるほどになってるけど、これなんかフィニッシュシーンがあんまり記憶ないんだよな。まあ1時間やってますからね、うん、現場で見てたんですけど、はいはいはい、もうそんな印象に残んなかった。だからまあ確かにその今考えても50何分ってすごい時間ですよね。すごいですね、だからまあすごい時間ですけど、まあそっかそっか、でも僕ら1時間2時間とかやってましたから。え、2時間はやってないでしょ。いやいや、やってましたよ、スパーリング。あ、スパーリングですね、びっくりした。試合はやってないですよね。試合はやってないですね。2時間って言ったら猪木正斎藤の巌流島ぐらいしか思いつかないです。でも そこでそっと出てくるとこはすごいですね。いやいやいや、うん、でもね、プロレスの試合であれば60分フルタイムって、確かにありますけれども、その60分やっぱ観客が飽きないっていう展開があるわけじゃない、起伏がね、でもこの菊田、ヘンゾの場合は、やっぱりその総合格闘技がまだプライドが2回目なので、ルールもまだ整備されきってないし、で、とにかくまあ膠着して、ストップドントムーブみたいなのがあったのかないのかちょっと忘れちゃいましたけど、とにかくね、まあ膠着、飽きました。飽きました。飽きました。はい、見ていて。ああ、まあまあでも60分膠着状態はね、まだ。という人が多かったと思います。はい、その当時はですね。わかりました。で、何でしたっけ？あ、インタビューだ。桜庭選手の。そうですね。はい。で、聞き手が、でもニュートン戦を勝ち上がると、今度はいよいよヘンゾ・グレイシー戦あたりが浮上しそうですよね。ヘンゾと当たったらどうなると思います？という聞き方をしてるんですね。で、桜庭選手は勝ちたいとは思いますよ、ただやってみないとわからない、練習で肌を合わせてる人だったら展開がどうなるかなんとなくわかるじゃないですか、だけどやったことのない人だとわかんないですからね、でもボコボコにしたいです、
へで聞き手が衝撃発言ですね、うん、というと桜庭選手がボコボコにっていうか、うん、殴る意味じゃなくて、うん、精神的にボロボロにしてやりたいっていう気持ちはありますけど、ね、もっとひどいねもっとひどいで聞き手が頼もしい、うん、待ってましたって感じですよ、うん、というと桜庭選手が偉そうにしやがってっていうのはありますからねどういうことだ。何ですかね、ヘンゾが偉そうにしてたってありましたっけ。プライド2とかの試合ですかね。一本勝ちしてその後あれかな、皆さんグレイシーを習いに来てくださいって言ったりとか、うん、柔術を習いに来てくださいって言ったりとか、そういうことですかね。まあ、それか、うん、U インターからのこうグレイシー一族の、うんうんうん、対グレイシーっていうところかもしれないですけどね、うん、まあ、一緒くたに見てたうんうん、あるかもしれないですけど、でもこれ冗談っぽく言ってんのかな、真面目。いや真面目に言って、ね、真面目ですよね。当時はですね、精神的、うん、この精神的にボロボロにしてやるっていうのが、うん、キラー桜庭ですよ。そうですね。で聞き手が、今日はキラー桜庭の片鱗が見え隠れしてドキドキしますよ、うん、って言うと桜庭選手が、でもコロッと負けるかもしれない、うん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 、で聞き手が、だからせっかく盛り上がったのになぜそう来る、大、うん、の手を入れると、桜庭さんがロス滞在中にホームランまで打った野茂英雄選手とか、うん、海外で活躍している日本人を見て俺も世界に羽ばたっていうと、うん、羽ばたくつもりはないですかって言おうとすると遮る形で桜庭選手が全然思ってないです、うんうんうん、で聞き手がと思ったから途中で言うのはやめました。あ、途中で言うのはやめたんですね。あ、幅自分でやめたんですね。やめたんですね、聞き手がですね、うん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 、で桜庭選手が、有名になりたくないですよ、うん、楽な方へ行きたいですね、うんうんうん、で聞き手が、でも実際は結構厳しい道に入り込んでますよね、うん、背負うものが確実に増えてるというか、うん、で桜庭選手が、そうなんですよね、僕もそう感じます。あ、ここは本音でますね、悲しそうな顔でって書いてありますけど、うん、で聞き手が、もしヘンゾに勝ったりしたらまた名前が上がってさらに厳しい道に行くことになりますよ、うん、というと桜庭選手が、あ、じゃあニュートンに負けるのは嫌だけどヘンゾ戦で負けたらいいじゃないですか急に明るく。で聞き手が、なぜだというと、うん、いやでもまあこれ、まあ、気持ちは分からんでもないです、うん、はい、で桜庭選手が、それは冗談ですけど、でももっと試合したいですよね、うん、年に8回くらい、うん、聞き手が、刻みますねって言うと、うん、桜庭さんは試合やるのが楽しそうですもんねって言うと、うん、桜庭選手が、やる前は嫌ですよ、ピリピリと緊張して、うん、やっぱり緊張はしますよ、でも終わると試合したくなりますね、うんうん、で聞き手が、やっぱり桜庭さんは面白い、今度も圧倒的に面白い試合を期待してますよっていうことでインタビューが終了しております、うんうんうん、はい、はい、今あのヘンゾ戦で、うん、ヘンゾ戦に勝ったら、はい、また名前が有名になってっていうくらいがありましたね、うん、はい、でじゃあ、ま、ヘンゾ戦負けようかなっていうふうに桜庭選手が発言してるんです、はい、ここはね気持ちは分からんです、ね、あ、そうですね、はい、へえ、あの2つあって、はい、桜庭選手の性格だと思うんですけど、はい、まあ、そんなこう自分が前に出るタイプじゃないので、はい、まあ、その有名っていう点と、はい、あとは試合に勝つと、はい、多分次また背負わされちゃうじゃないですか、うん、だそういうので一回負けちゃうとその背負うことないので、うんうんうん、で負けちゃおうかなっていう、はい、でもやっぱりそこはね、まあ、そうは言ってても試合になると試合になったらやっぱり勝ちたいという欲求の方がもちろん強くなりますね。あ、いや勝ち、その無気力試合とかじゃなくて、うん、まあ試合は試合、うん、ここは本音の部分は本音っていうことですね。ということは田村さんもそういうふうに思ったことがあるっていう、うん、あります、解釈でいうわけですかね、うん、はい、はい、だから僕の場合はね、あのトーナメントあるじゃないですか、うん、トーナメントで一回勝っちゃうと、うん、もう次また試合しなきゃいけないので、はいはい、だからこれ勝ちたいけど、うん、勝つと、まあ、例えば KOK だ、はい、リングスの KOK トーナメントだと1回戦が例えば1月にスタートしたら、うん、次2回戦3月に始まって、はいはい、また5月、はい、準々決勝5月になるわけで、で僕はまあ準々決勝まで行った経験はあるんですけど、
1月にから1月に試合があるってことは、はい、まあ、その1ヶ月2ヶ月ぐらい前から試合に向けての練習が始まるんですよ、はい、で勝ち上がると半年間気が緩めないんです、うん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 、はい、だからもうどっかで負けちゃった方が、あ、気が楽だなと、うんうん、思っちゃう時があるっていうことです、ね、いや思ってました思ってました、うん、思ってたけどでも、うん、当時まあリングスの場合は、うん、やっぱ団体でやってるので、はい、例えばトーナメント1回戦で負けても1月にトーナメントで負けても3月にはまだ試合あるわけですよねうんうん、うん、他の試合が、うん、トーナメント以外の試合が組まれるわけですね。確かにそうですね、まあ、ちょっと時と場合にはよりますけどね、うん、あの A ブロック B ブロックで分かれたりもしてたので、うんうんうん、まあなるほど、まあそうそうですね。いずれにしろすごいスパンで試合してましたよね本当に。いやそうなんですよ、だからね、うんうん、その年8回8試合、うん、年 8回やりたい、はいはいはい、あそう年に8回、ね、もっと試合したいですよね、うん、年に8回くらいで規定が刻みますねって突っ込んでますけど、でもこれ年に8回っていうのもこの当時では多かったんですよ。いや全然多い、全然多いですよね、はい、全然多い、あ全然多いというか、いやこれ普通じゃないですか、その当時でいうと。あのだからリングスのような団体でやってるところが、うん、まあ異常なわけですよ。ああうちらが、あ、はいはい、うちらというリングスね、異常って言ったら変ですけれども、うん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 、こういういわゆるあのプライドのような、うん、選手がこう出ていく形のイベントスタイルの中では、うんうん、1月に試合やって次3月が決まってるってことはほぼないわけじゃないですか、うんうんうん、その勝敗によって呼ばれるか呼ばれないかっていうのも変わってくるし、うんうんうん、でも当時の98年、うん、当時のリングス、うん、まあ、2000年ぐらいのリングスなんか、うん、特に KOK 始まったぐらいのリングスはかなりのスケジュールですよね。あのリングスジャパン勢ですよね、負担があったのは。そうかそうか、はいはいはい、だから海外の選手は、まあ、ワンマッチで呼ばれたりとか、うん、トーナメントに残ってればそのまま戦うことになるんですけど、リングスジャパン勢は、まあ、何かにつけて試合には出なきゃいけなかった、ね、何かにつけてこれ言い方はまずいですね。だけど、まあ、まあ、特にちょっと自分で言うのはあれですけど、はい、私は絶対どっかに、いやいやこれね、やっぱり改めてまたこれは話さなきゃいけないでしょうけども、うん、このヘンゾの名前が出てきたんでね、うん、言いますけど2000年の2月に田村選手はヘンゾとやってるんです、うん、はいはいはい、で同じ8月に桜庭選手もヘンゾとやってるわけですけども、うんうんうん、対ヘンゾ戦という意味で言うと、うん、田村さんの方が早かったわけです、うんうん、2000年の2月か、うん、半年ぐらい、はい、半年ぐらい早かったんですね、はいはい、でその2000年2月が、うん、これトーナメント準々決勝で、うん、タムちゃんがヘンゾに勝ちました、はいはい、で同じ日に、うん、準決勝で、うん、レナート・ババル、まあ、これもブラジルの強豪ですけど、うん、ババルとやったわけですよ。ああ3位決定戦だ、準決勝ですね、そうですね、はい、あ、違う違う違う、あ、そっかそっか、僕が勝ち上がったのか、あ、そうだそうだ、ヘンゾに勝って勝ち上がったんですから、うん、準決勝です、うんうんうん、はい、でそれが2月26日ですよね、うん、で次に4月20日、うん、これ代々木第二だったと思います、うん、ギルバート・アイブルとの無差別級タイトルマッチ、うんうんうん、はい、ボコボコに、はい、4月20日です、うん、で5月26日がコロシアム2戦で、うん、ジェレミー・ホーン、うん、これあのレガースをつけていった試合ですね、うん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 、で8月23日に、うん、パッド・ミレディッチ、当時の UFC のチャンピオンのパッド・ミレディッチとやりました、はいはい、でその2ヶ月後10月9日に KOK、うん、トーナメントの1回戦でグロム・ザザとやって、うん、これ第2話でも話してますけど大丈夫ですか。話してますか。話してます。大事なところだから2回言った方がいいと思うんですけど、グロム・ザザとやって、うん、同じ日に、うん、10月9日にノゲイラと、ホドリゴ・ノゲイラとやって、ああノゲイラやりましたね、はいはい、すごいスケジュールですこれはめちゃくまあそうですね。翌年2月に、うん、レナート・ババルとやって、4月にグスタボ・シムとやって、うん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 、このそうシム戦の時は確か親指かなんか骨折してる、中指小指ですね、中指でしたっけ、中指小指です。あ、中指小指、はい、こっちだ なんで今親指って言ったんだろう親指はプライドの時でしたね、拳で
いや、小指です。あの全然覚えてないです。まあ覚えてる必要はないですけど、こっちの右手の小指のここですね、この辺り。小指だ。ここは手術して。ああ、そうだ。これあれですよ、針金、焼き鳥の串みたいなのあるじゃないですか。はいはい、これを1、2って2本刺す。これ手術です。完全骨折だったんで。それ、シム戦の前ですよね。あ、それは。それはプライドの時。プライドの時です。拳を骨折した時か。シム戦の前は。え、シム戦の前が何言うの？シム戦、何でしたっけ覚えてない本人が覚えてないのか。誰が覚えてるわけじゃない、ね。誰シムですか、はい、何シムですか。グスタボシム。あ、グスタボシムは、中指と。中指でしたっけ。小指です。中指と小指。はい。中指はね、僕医者にあんまり行かないんで、うん、ちょっとアダッキュー的な感じです。大昔のプロレスだったらね、その指をこう、うん、ずっと攻め続けるみたいな展開があったと思うんですけどそういうことだから僕ここないんですよ、靭帯。え？だから曲がってるでしょ。あ、本当だ。小指第一関節だから、これも代償です。まあ、見せるほどでもないですけど、もうこんな感じで曲がってますね。こっちはあれですけど、こうやった方がいいのかな。いや、だからこうやってね、うん、普段あのこうやって普通にこう喋ってますけど、まあでもね、小指はこれは大したことないです。大変な代償を背負ってるわけですよね。 あのね、ここはね大したことないです。全く大したことない。うん、あのっていうのが、小指って要はこのグリップをグッと握ればいいんですよ、うん、伸ばす必要はないんで、うんうん、だから曲がってる分には、うん、ここが第一関節曲がってる分には問題ないんです、うん、そうです。支障はないんで、うん、まあただまあこういう怪我をしてても、うん、出場しなきゃいけなかったです、はい、いや、それ大変なのか大変じゃないのかどっちを言ってもらいたいんですか。あ、怪我をして出場するのは大変です、うん、怪我そのものは大したことはない。怪我そのものは僕ね、幸いね、うん、骨折とか、うん、そういうのが多いんですよ。だから人体を痛めたっていうのはあまりなくて、はいはいはい、あるんですけど、うん、あるんですね、はい、あの致命傷になる人体損傷って、うん、そうなんです。一生もんなんですよ。本当はこの年齢で今ちょっと、うん、あのブランクがありますけど、うん、現役っていうことで、うん、大きな怪我をしてないという意味ではタムちゃんすごいですよ、ね、大きな怪我はしてますけど。してますよね。あのその人体、うん、これどう説明したいのか。選手生命に関わるぐらいの。そう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 。大怪我をしてないって言ったら変ですけど、大怪我してるんですけれども、うんうん、なんて言ったらいいんですかね。そうですね、うん、選手生命に関わるほどの、うん、だから怪我致命傷は負ってないけれども、はい、大怪我はしてると。大きな怪我はしてますよね、一般の方からすれば。それは、うん、だからここでしょ、うん、右目眼下って鼻折れてるし、うん、はい、鼻折れたのはあの鳴瀬線です。鳴瀬線です、はい、折れてのまた戻して、うん、前歯折れて、はい、でここ眼下手は前田さんですよね。鼻はじゃあ鳴瀬線 で、はい、で、あ、歯は、うん、あのあいつあのオランダのオーフレーム。オーフレーム、うん、オフレームで合ってますか。あ、違うかな。お兄さんの方。バレンタインオフレーム。バレンタインオフレーム。はい。まあ、これでも、もうこれマニアックな人しか伝わらないですけど、ね。いやいや、伝わ、だって田村清チャンネルを見てる人なんですから。あ、そうか。知ってるんじゃないですかね。で、ここの頬骨ですね。うん。こう頬骨を折って、で、あと小指。はい。まあ、細かいのが中指靭帯、小指の靭帯、うん、そのグスタボシム戦の前の中指小指っていうのは何が原因で怪我したんでしたっけ。あれはね、アブダビに行く前にレスリングの練習してたんですね、はい、でそれでちょっとあのやっちゃいました、はい、はははだからちょうどね、アブダビ行く1週間とかもう。じゃあアブダビとこのグスタボシム戦が同じ月ぐらいにあったっていうことですかね。同じ月か、まあ2ヶ月ぐらい離れてるか、ちょっとまあ日付見ないと分かるんですけど、はいはい、まあちょっとその時はもう精神的にも肉体的にも本当ボロボロでしたから。いや、だから精神的にボロボロになってる時期もあったでしょうしね。うん、
あの前田さんにトロフィー投げつけられた時は怪我はしなかったですか？あれは無傷です。物理的な傷は？あんまないですね。なんか尖ってる部分が刺さったりとかそういうのはなかった？ないですね。ないですね。あの、はい、時よりそういうトロフィー投げ事件、はい、あのこっちに投げてきますね。そうですか。トロフィー投げ事件をこっちに投げてきますけども。いやいや、そんなことはないです。何のお話でしたっけね。そう、まあだから一通りインタビューが終わって、変則戦、負けようかなっていう桜田選手の発言と、時代的にはあのプロレス対グレイシーというのがね、浮き彫りになってる時代だったっていうこともあって、この当時の桜庭選手は、変則とやったら絶対に負けないと、精神的にボロボロにしてやりたいという気持ちでいたという、ことですね。これは心強いですね。でこれ桜庭選手の上の方に松井選手のミニインタビューが載ってますね。これ、高田と同じ日にリングに復活ってあります。ちょっと待ってください。これはあの別にしませんか。別にしましょう。もしやるんであれば、はい、今ちょっと予告的に言おうかなと。あ、やります。いや、予告的にこんなインタビューがありますねっていう紹介をしようと思っただけなんです。はいはい。ああ、なるほど。予告っていうのはやるってことですか？このチャンネルでやらないんですか？やりましょう。いや、こうだいぶ前にですね、松井のインタビューやりましょうってあの田村さんがおっしゃってた。はい、はい、言ってます。覚えてます、はい、覚えてます、はい、いや絶対忘れてた。じゃあその僕の発言に対して気を使ってくれたんですね。まあ、気を使ったというか、あの流れでそうなるだろうなと思って言っただけですけど、なるほどね。まあやってみましょうか、はい、松井選手もね、いろいろ大変な思いされてる、はい、この当時というかプライド時代は、はい、じゃあ桜庭シリーズは第3話で終わりですかね、はい、完結ということで、まあほぼ20分30分お話ししました、はい、結局こうなってしまうんですね。そうですね、はい、わかりました。10分か15分で一回こうピーってなるようなやつ、やってみたらどうですか？いや、でもね、このテーマでこう僕もエンジンかかっちゃうと、はい、割とこうバーッと喋っちゃうので。エンジンかからないと何も喋らないですよね。人聞き悪い。自分のチャンネルなのに人聞き悪い。あのね、もう、はい、その前田トロフィー投げ、前田さんのトロフィーと、はい、自分のチャンネルなのにっていうのをこう鬼の首を取ったように、そうチクリチクリ来るんで、もう そこが嫌ですね。それはやめろと、うん、はい、わかりました。精神的に来ました。いやいや、肉体的にも精神的にも肉体的にはならないと思いますよ。参りました、はい、じゃあ1回第3話桜庭シリーズ終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。